お、ダウジング使い、ステルスボックスを1個以上ちょっと読んでるでしょう。いろいろと、あの場所だね。いろいろと仲間にしながら、ん？こっちじゃない、こっちだ。突き進んでいこうではないか。ということで、ビッグハット。デンデンリーは強いからもう戦いは挑まないよ。この時点で戦いを挑んではいけない相手だということは体験版で分かったから。はい、スカウト、スカウトアタック、力を見せつけてやるんだ。お、これはいけるぞ。力の指輪のおかげかな。さあ来い、ビッグハット。やった、スカウト成功。じゃあビッグハットの美、お久しぶりで。お、魔獣の使い手、魔獣系のモンスターを2体以上仲間にした者に贈られる称号。次々と称号が集まる。てかそんな称号があるんだな。やったやった。びっくりした。びっくりした。影だ。ヘルコンドルの影だ。腐った肉を手に入れた。腐った肉は逆に相手を怒らせるということになるのかな。なんかあるよね、あからさまに。不気味。え、生き物じゃないよね。何よ何よ。石碑へのアクセスを確認。特技、ルーラを入手します。え、マジで？ルーラ使えるんや。やったね。ルーラを覚えた。おお、めっちゃなんか早い段階からルーラが使える。嬉しい。ルーラは一度行ったことのある町や村とルーラポイントに移動できる特技です。冒険の途中でルーラポイントを見つけたら調べてみることをお勧めします。なるほどね。あ、さっきまで行き先がルーラポイントになっとったんや。なるほどなるほど。てかこの3匹で行けるかな。ボーショック。結構いろいろ戦っていった方がいいかもしれないね。レベル上げレベル上げ、だってレベル1で挑むとかちょっとどうかと思うよ。そりゃね、プリズニアンはレベル2になったけれども、他のモンスター弱すぎでしょ。ビッグハット相手にダメージ2とか3とかだよ。ダメだダメだ。はい、スラがレベル2。これは、あ、これも石、石コロ。あれさっきその辺誰かおらんかったっけ。なんだいなんだい。ん、これもうたどり着いてしまうよ。この辺に多くはいないのかね。多く多く、なんか落ちとる。スライムゼリーを手に入れた。 おるじゃないか。さあどうだろう、仲間になるかな。スカウトアタック。ここで、オークが仲間にできたら、ちょっと戦力に。あー、弱いな。弱いよ、キミラー。モンスターの餌を使った方がよろしかった。ほらね、スカウト失敗でしょ。あ、様子見よる。びっくりした、死んだかと思ったよ、今。あ、スカウトまだいけたね。まあ、でもいいか、戦おう、戦おう。レベルを上げよう。ダメージ1とか終わってるし。あ、ビッグハットがやられそう。ちょっと待って、道具でないし、回復系のアイテムないし。うわー危険。ちょ、みんな頑張って、張り切って戦って。相手の体力多分ね、リアクターで戦う前に見るしか方法がないと思うんだよね。違うかな。いやー、何ビーストバーンって。お、今のは会心の意識。あー、待って待って待って、ダメじゃん。ビッグハットー、私のビッグハットが。さあ恨みを。お、ふさふさの毛皮を手に入れた。イエーイ、プリのレベルが3。アスラモだ。あー、ビッグか。あ、そっかそっか、スキルポイントを振り分けていくのね。プリズニャン。
上画面を見ながら覚えさせたい特技のあるスキルを選び、ポイントを割り振ってください。必要なポイント数を振り分けると特技が覚えられますと。ということで、氷結の使い手。まだ覚えられないね。スラ。あ、スラはホエミが覚えれるね。いい感じだ。お、メラ覚えた。さあ、さっきこの辺にも何かがいたような気がしたんだけれどもいないな。お、リアクター反応が。どっ、これだ。ステルスボックス？光学的な歪みに隠された対象物を確認。対象の位置をナビマップに記録します。ということで、光学的に隠された特殊なコンテナだ。中にはアイテムが入っているようだ。おーし、あ、なんだなんだ、なんか雄たけびみたいなあげよるぞ。ステルスボックスから素早さの指輪を手に入れた。お、ダウジング使い。ステルスボックスを1個以上、ちょっと読んでるでしょ。めっちゃドアップで当たってきたけどさ。お、スラが早速メラを使ってくれる。いいね、いいね。あ、レベルが上がってからか。いつの間にあんなに体力回復したんかと思った。火の息。えい。そろそろあれじゃない？スカウトいけるんじゃない？はい、オープン。スカウトアタック。お、ほらほらほら、もうダイブだよ。お、やったね、いけた。100%。はい、スカウト成功。オークのおーちゃん。お、なんか落ちとる。よいしょ。げんこつだけ。なにそれ。なんだそれは。これ何？ルーラポイントを起動します。あ、これルーラポイントなんや。さっきみたいに機械じゃないんやね。ルーラの行き先に静寂の草原、大ぐらいの要塞が追加された。ということだ。へい。ここが大ぐらいの要塞。ん？あ、キング。キングがいらっしゃる。うわぁ、めっちゃ震えよるよ。てか、全住民あんだけしかおらんのや。あゆな、要塞に着いたか。なんだか大きな鉄の顔が見えるな。それがキングたちの捕まってる顔か。天井からぶら下がってるみたいだぜ。核ボロス装置がどっかにあるはずだ。リアクターでそのあたりを探してみてくれ。なるほど。リアクター、あ、これ。これじゃね。ウィンチ操作パネル。大ぐらいに要塞にあるウィンチを動かすための装置。ということだ。これで、下ろせる。はい。そいつがカゴおろし装置だな。よし、そいつを使ってみんなを助けようぜ。そんな簡単に操作できるもんな。てか、魔物がこんな操作はするんだね。暴食がしおるってことやろ、これ。これでカゴおろしたはずだ。カゴのところまで行ってくれ。やっぱりあれやね、映像が見えとんやね、ちゃんと。はいはい。あ、開いとるし、しかも。お、みんなルンルン。助けだ、助けが来たちょ。人間に対する警戒とかはないんやね。ひ。何してるだ、おめえたち。暴食。逃げる前に見つかったっちょ。何やら顔が騒がしいと思えば、こいつはとんなネズミが来たもんだべ。ネズミじゃないよ、人間だよ。そのリアクター、おめえレジスタンスだな。レジスタンスの人間だべな。すっかり片付けたと思ってたんだかよ。まだ生き残ってたから驚いたべ。困ったもんだべ。歯に引っかかった食いかすみてえにしつこい連中だのや。それにオラの目を盗んで、そいつらを助け出そうとは生意気だべ。しかし、調子に乗るのはここまでだべ。もう絶対に逃がしゃしねえ。レジスタンス様はこの暴食が全部美味しくいただいてやるべ。え、人間も食うのか。何それ、ビシッ。さあ、ラウンド1。何ラウンド1って。まあ、とりあえず戦う。ラウンド2とかあるんこれ。え、2回戦とか嫌だよ、私。さあ、行け、みんな。火の声、あ、結構効く。なんだ、結構効くじゃないか。メラ。
やっぱり獣に炎は有効なのだね。まあ周りをやっつけるのも大事なんだけど、とりあえず暴食倒そう。あーでもこっちへのダメージも、あー結構なものだなやっぱり。あ、そういうことね、ラウンド2、1ターン目2ターン目とかそういうことか。なるほどなるほど。お、すげえな。さあ行け、メラ。暴食にの方が効くんやね。あー、ビッグハットが、ビッグハットの炎の息吹は結構大事だったのに。さあ行け。もうちょっとみんな、そういう技は暴食へ使え。あれだな、薬草とかそういうのが一個もないっていうのはちょっと言いたかったかもしれない。頑張ってくれ、耐えてくれみんな、お願いします。ねえみんな、ちょっとビッグハットに集中しすぎよ。お、でもこれであとは暴食への集中攻撃を、さあやってやれ。あー向こうのテンションが上がったよ。いけいけい。もしかしてもうマジックポイントがないのか。どんどんテンション上がってるけど恐ろしい。それが解放されるのが恐ろしい。その前にやった、行った行ったよ。あーよかった、全滅せずにちゃんと行けた。みんなレベルアップだ、お疲れ様。ビーだけちょっと悲しいことに。じゃあとりあえずプリを、は、あとちょっとでマジックポイントが増えるね。お、ヒャドを覚えた、イエーイ。そしてスラ、ホイミを覚えていただきたい。お、ホイミとデイン。これなんかスライムって何気にさ、覚える技強いよね。ヒットポイント回復、これは確実にいるやつだね。王のホイミ、よっしゃー。なんてこった、やられちまったべ。己レジスタンスめ。おお。キングは歩けるの？人間よ、よくぞユタちゃんを救ってくれた。世はノチオラ族の王キングなり。魔物を従えて敵と戦うその姿、そちはモンスターマスターのようじゃな。そうらしいね。しかもその格好は暴食の言う通りレジスタンスに間違いあるまい。レジスタンスってなんだ。ほう、レジスタンスを知らんとな。そのリアクターは単なる飾りと申すか。ふん、記憶を失い草原をさまよっていたらノチオラの者と出会ったというのか。そうそう、よかろう、助けてくれた恩もある。余が知っていることをそちに教えよう。ウッドパークへ来るがよい。詳しい話はそこでしようぞ。モンスターマスターであるそちに見せたいものもあるでな。これはルーラが使えたりとかするんかな。特技ルーラ、あ、ウッドパーク帰れる、イエーイ。ということで帰還。やっぱりルーラっていいわ、大事だわ。お、活気が戻った。あ、やっぱりこれはお月の羊だったのだね。おお、アユナ殿、こたびの活躍お見事でしたぞ。ではアユナよ、約束通り世の知っていることをそちに教えよう。かつて世たちのチョーラ族はこの静寂の草原で平和に暮らしていた。しかし、ある時闇に染まりし生贄の魔物、ブレイクモンスターが現れたのだ。ブレイクモンスター？されど、闇あるところ光あり。リアクターを身につけ、ブレイクモンスターに反逆する者、レジスタンスが立ち上がった。そして、そのレジスタンスの中には、自由自在に魔物を乗りこなし、ブレイクモンスターに立ち向かった、勇敢なモンスターマスターがいたという。しかし、多勢に無勢、レジスタンスはついにブレイクモンスターに敗れ、壊滅し、世たちもまたブレイクモンスターに支配され、夢も希望もないまま暮らすことになったのだ。だが神は世たちを見せなかった。アイナ、ソチが現れたのだ。ソチこそブレイクモンスターを打ち滅ぼし、世に平和をもたらす希望の光に違いない。私一人だけに託されたのか。よいか、アイナよ。これからもモンスターマスターとして力をつけよ。ソチの秘めたる力の解放こそが、記憶を取り戻すきっかけになるであろうぞ。
ほ、なんだ。まずはこの上にあるモノリスよりモンスターマスターの聖地へと行くがよい。聖地の名はバーチャルコロシアム。そこでソチは新たな力に目覚めるだろう。バーチャルコロシアム。準備ができたらモノリスを調べよ。それでは健闘を祈るぞ、アユナ。なるほど、そこでレベルアップができるということかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。こうやって体験版と違うところを何個も見つけていったりとかするの面白いね。